超電導サブミルハリム放射サウンダは国際宇宙ステーションの日本実験棟ク露部に設置された日本の大気観測装置であり 4K に冷却した超電導検出機によってこれまでに内向精度の大気観測を行った。カナダアームから JEMRMS へのク露パレットの受け渡し。 SIS ミキサーを用いたサブミリ波受信機を搭載しており、地球大気のリム放射を行角方向に操作しながら624から 651GHz 帯を用いて分子の回転振動線域線を放射分光観測した。オゾンや塩化水素などの多種分子の濃度の高度分布を全球にわたって長期観測することが期待された。スマイルズのサイズは 1.85メートル1メートル0.8メートル475キログラムであり、日本時間2009年9月11日2時1分46秒に HIIB ロケットの1号機で打ち上げられた宇宙ステーション補給機に搭載されて打ち上げられた。希望の船外実験プラットフォームに設置された後、2009年11月6日に定常観測に移行し、 サブミリ波極部発信機系の機能不全により、日本時間2010年4月21日18時頃、待機モードに移行するまでデータが取得された。2011年1月19日、JAXA 及び NICT は、宇宙開発委員会で、故障の原因を回路のショートと断定、復旧を断念したと報告した。宇宙飛行士の活動で部品を交換する案も、検討されたが、 コストが数億円かかり、さらに修理も1年以上先となるため断念された。その後は後期運用として 4K9 極低温冷凍機の技術実証を目的とした運用を継続していたが2014年3月末で運用を終了。2015年9月にコウノトリ5号機のマクロパレットに移され9月30日にコウノトリ本体とともに南太平洋上で 大気圏に再突入し燃え尽きた。スマイルズの開発費は約35億円。ありがとうございます。